こんにちは、山田です。今日はですね、50代の自分らしさというテーマで話してみたいなというふうに思います。このチャンネルはキャリアコンサルタントで空道という武道をしております、昭和40年男がキャリアや武道の話をしていきます。面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。はい、自分らしさっていう言葉なんですけれどもね、よく出てきます。まあ、これからは自分らしく生きたいとか、まあ、自分らしい働き方みたいなところがですね、特にね最近はよく出てくる印象がありますけれども、一方で少し言葉としてふわっとしてるなっていうところもあるんではないかなというふうに思います。そもそも自分らしさってなんだろうなっていうところで言うと、人それぞれに何か答えがあるので、じゃあみんなで自分らしさを目指そうと言ってもですね、なかなか方向性っていうのはね定まりにくいのかもしれないなっていう気もするわけなんですけどもね、まあ、そういった中で僕自身が50代として自分らしさを考えた時に、一つ思うのは、前提としては社会性っていうものが僕は必要なのかなというふうに思ってるんですね。まあ、社会性っていうのは社会人としてきっちりと世の中に貢献できるっていう、まあ、前提がある。まあみんなそうなんですけどね、みんなそうなんですけれども、その上に自分らしさっていうのは乗っかっていくものなのかなというふうに思います。まあ、やはり50代に求められる社会性っていうのはかなり高いと思うんですね。それなりの経験知識っていうものがある、期待っていうものもある中で自分らしさっていうのを加えていくとすると、そこにどんな付加価値がつけられるのかっていうところが自分らしさではないかなというふうに思うわけです。まあ、ややもするとね、自分らしさっていうのをやりたいことをやるっていうふうに捉えてしまう傾向もあってですね、特にまあ若い人なんかは制約条件がなく自由に働きたいっていうことと、まあ自分らしいっていうものを重ね合わせているような人も多いんじゃないかなと印象としてねあるわけなんですけれども、50代にもなると、まあ、そういったところっていうのは、まあ、許されない部分ではないかなというふうには思うんですね。じゃあどうやって自分らしさを出していくかっていうところを考えていく中で、やっぱりその人ならではの工夫みたいなところですかね。あ、なるほど、こんなやり方があるんだとか、やっぱり周りから見て、あー、それはちょっと気づかなかったなっていうようなこととか、多分ですね、あると思うんですね。ただおそらくそれは自分の中でもきちっとした、まあ、見える化はされてなくて、当然まあ言語化もできてなくてっていうところになると、再現性もないし人にも伝えられないしっていうところになっていくのかなと思いますので、一つはある程度ね期待されたパフォーマンスができるっていう前提の上に、どんな自分の持ち味みたいなもの、工夫みたいなものがですね乗っけられるかっていうことを、まあ、考えていくっていうことが自分らしさを追求していくことにもなるのかなというふうに思います。そう考えると、今一度ねやっぱり自分の能力っていうのをしっかりと棚卸しをして、何ができるのかっていうところと、まあ、自分の貢献っていうのがどこにあるんだろうな、どこに価値が見出せるかなっていうところも、まあ、冷静に見てみた時に、加えて人にはできないけど自分にはできるみたいなところですね、統合していくと自分らしさっていうのが見える化していけるんではないかなと、人にもしっかりと伝えられるんではないかなと、ね思ったりします。なので、闇雲に自分のやりたいことを突き詰めて考えて自分らしさを探していくというよりは、まず自分が今できていること、そして社会にしっかりと貢献できる力みたいなものを確認した上で、自分なりの工夫、自分にしかできないものっていうところを加えていく、まあ、今まであるものをですねきちっとこう組み上げていくみたいな作業がいるのかもしれないですけども、その上でしっかりと形にして見える化して言語化して提供していくっていうこと、そんな風にしていくとかなりですね有効な武器になるんではないかなというふうに思ったりもしています。まあ各有ね、僕もそういったものをですねこれから一つでも二つでも探していきたいなというふうに思っています。